今回は我が家の9月のですね、メダカの採卵の様子、メダカの稚魚の様子ですね、9月採卵についてお話ししていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、今年生まれ、まあ、新しく購入したこの、キラミキラメですね、こちらももう卵を産んでますし、まあ、皆さんのとこでも多分卵を産んでるメダカがいると思いますが、まあ、9月、まあ、8月末とか9月に採卵して、そうですね、まあ越冬ができるかどうかっていうのもあると思うんですけど、やっぱりね増やしたい品種いると思いますし、9月に採卵してまあ稚魚を取りたいっていう方もいると思いますので、まあ、我が家はですね比較的暖かい地域にいるので、多分去年も9月中旬とか下旬ぐらいまで採卵してましたが、無事越冬できましたので、今年もですね、まあ、9月10ぐらいまではちょっと増やしたい品種は採卵をしていこうと思います。なので今回はその採卵の様子、まあ、稚魚を育てる様子、9月生まれの稚魚は無事越冬できるかなどの、まあその辺のね様子を紹介していきたいと思います。まず今回取る品種としては、この新しく購入したキラメキラメと、オロチと、まあ、3色ですね。その辺がまだ我が家で産卵してる個体なので、まあ、そこら辺から採卵をしていこうと思います。まあ、特にねこのキラメキラメは今年から導入したやつなので、できるだけ増やしていきたいので、今の時期も採卵します。動画の最後にですね、どのぐらいの卵が取れたかと、まあ、稚魚を育てる様子、まあ、生まれた稚魚の様子なんか、8月末生まれのね稚魚とかの様子を紹介していきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご視聴ください。このねキラメキラメは本来はちゃんと選別して取りたいんですけど、まだちょっと成長途中で、まあ、はっきりとねまだ色とかも出てないので、とりあえずは、まあ、そんなね数もいっぱい選別できる、まあ、選別できるほどはいるにはいるんですけど、そこまでねいないんで、とりあえずこの状況で取って、来年はちゃんと選別して取っていこうと思います。なのでね、こんな感じで夜桜とかが結構出ると思いますが、まあ、それはそれでね楽しみです。いろんな稚魚が生まれてきて、その中からねまた選別して、来年によりキラメキラメっぽいの同士で掛け合わせていこうと思います。こんな感じでね、本当いろんな感じのメダカがいますよね。夜桜もね自分持ってないんで、まあ、その辺もね残せていけたらいいなと思います。結構綺麗ですよね、みんなラメがあって、あといろんな色がいてとても綺麗だと思います。まあ、こちらのねキラメキラメは、まあ、産んでるには産んでるんですけど、まだ個体が若いので、そこまでねがっつりねついてはないんですよね。できればいっぱい取りたいんですけど、なんか、まあ、ウィローモスとか、まあ後でねどのぐらい取れたかを見せますが、そこまでですね、3色がねすごい卵産んでくれてるんですよね。先々週ぐらいかな、めちゃめちゃ産んでくれてて、ちょっとねそれを見せたかったんですけど、そっちはちょっと動画撮れてなかったんですけど、まあ、今週もね結構卵産んでますので、ぜひ動画ね最後まで見てってください。そしてこちらがオロチですね。こちらのオロチなんですけど、こちら我が家で生まれたオロチではなくて、新しくねちょっと別にオロチを購入しました。まあ、なんでねオロチを購入したかっていうのは、ちょっとまた別の動画で詳しく説明したいと思います。まあ、で我が家のオロチも一応まだいるんですよ、全滅はしてないんですけど、まあ、ちょっとねあまり調子がよろしくないので、まあ一応購入しました。新しく別系統のオロチです。こんな感じでね、まあ元気いっぱいで、色も真っ黒で、卵ももう産んでくれて、先週とかもね結構卵取れたんですよね。なんか思ってた以上に産んでくれてて、なんでこれだったらもっと増やせるなと思って、まだ今週も採卵します。こちらもね後で採卵の様子をお見せします。どのぐらい卵を産んでるか見せますので、ぜひ楽しみにしててください。これね我が家のオロチと違ってなんか太ってるし元気なんですよね。でこちらがね稚魚の様子ですね。8月30日に取った3色の稚魚です。こんな感じでちょっとね見にくいピンボケ、すいません、この辺ですね。どうですか、結構いますよね。めっちゃ帰ってるんですよ。これ卵ねめちゃめちゃ産んでたんですよ、これ確か取った時びっくりするぐらい産んでたんですよ。こちらね3色の1群から取った卵から帰った稚魚なんですけど、まあ張り子ですね。あとでねどの
3色かっていうのをちょっと紹介しますので、ぜひ楽しみにしててください。いつものね、あの1軍の3色とはまた別の3色です。でこちらがきらめきらめですね。8月の23日に回収した子なんですけど、ここはね多分まだそんないないんですよね。ちょっとねこんな感じで見ても、あ、ちょっと見えますかね、下の方に何匹かいますけど、めちゃめちゃはいないですね。やっぱまだ若い子なんで、卵はねそんなつい産んだり産まなかったりで、そんなつけてなかったりあったりみたいな感じで、これ8月16日に撮ったので、これはねほとんどいないですね。2匹だけですね。この時まだほんとねちょっとしか採卵してなかったので、ほんと2匹だけちっちゃいのがいます。で8月30日に撮ったキラメキとオロチなんですけど、これめっちゃ帰ってるんですよ。これ思った以上にねいっぱい生まれててくれましたね。8月30日こっちが多分オロチとキラメキ、まあねどっちもねそんないないだろうと思って、まあ入れたら結構ね帰ってくれたんですよね。こんな感じで、これ見えます、結構いっぱいいますよね。オロチとキラメキラメ、多分真っ黒いのがオロチで、ちょっと色が薄いようなのがキラメキラメの稚魚だと思います。こんな感じで結構帰ってくれました。この辺はね100均のたらいと100均のコンテナですね。多分前も紹介してると思うんですけど、100均のコンテナがねいまいちね調子が良くないので、近々ね移し替えるかもしれないですね。張り子の時だけちょっと育てて、そこからはちょっと別のところに移すかもしれないです。このたらいはね意外とよく育ってくれます。こっちの今映ってるグレーのコンテナみたいなのがちょっといまいちですね。でこちらが8月、これは多分中旬ぐらいに撮ったみゆきだと思います。でこっちが8月16日に撮った皇帝とミックス、この辺が皇帝ですね多分、まあ、だいぶ大きくはなってきてますが、これねそろそろ移し替えないと、なんかねこのコンテナだと調子をだんだん崩していっちゃうんですよね。ちょっと自分の管理不足だと思うので、多分そろそろね移してあげると思います。ちょっと大きめの容器に。そして先ほど紹介した3色、こっちも3色ですね。同じ8月23日に撮った3色、ここもね結構いるんですよ。8月末回収稚魚ですね。どうですか、めっちゃいますよね。こんな感じで結構ね汚いですけど、まあ、多分ねこのたらいだったら大丈夫なんですよね。やっぱ水量がある程度影響するのかなと思います。まあ、これもねでも結構過密なんでね、ちょっと広い容器に移してあげようかなと思います。余裕があればですけど、容器の結構ねかなりの数が返ってますよね。ただこの3色もね本当に3色になるのか怪しいですよね。こんな感じでたらいに白崎かよつゆを入れて育ってます。こっちもね同じですね。こっちはね多分みゆきとか3色なんか適当に入れてたら帰ったみたいな感じで、こっちはねよくわかんないです。いつ採卵したかわかんないけど、とりあえず帰ってたみたいな感じです。こっちはねちゃんとした3色です。で先ほど紹介した3色と今の3色の親がどれかっていうと、実はこれなんですよね。今までねあんま紹介してなかったと思うんですけど、これ遅生まれですね。去年の多分さっき話してた9月末とか生まれで、越冬させたかなりちっちゃい子がだいぶ大きくなってきて、今になって調子上げてきて、選別をしたらこんな感じでね、結構ねどうですか、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、いい感じの3色がいっぱいいたんですよ。これこの発泡スチロールの中だけでこんだけいたんですよ。なんかね前も紹介した先に生まれた子たちはねあんま3色いなかったんですけど、こんな感じでね後からなんか優秀な子がめっちゃいたんですよね。この発泡スチロールの中で育ててた、多分9月下旬生まれまとめて育ててた、多分 4,50 匹いて、多分30匹とか40匹ぐらいこんな感じでいい感じのね3色になってたんですよ。なんででしょうね、後半に生まれた子がめっちゃいい親になってました。なのでこの子たちの今採卵をしてますね。卵もね今ちょうどなんか夏越えたらいい感じで産み始めたので、この3色の卵を今取って帰ったのが先ほどから紹介している3色の子供たちですね。親はこの子たちです。
これだったら結構優秀じゃないですか。なんかいい感じだと思うんですけどね。このなんか発泡スチロールの白容器なんですけど、結構ね黒っぽい墨も出てますし、白とね赤のバランスもこんな感じで結構いいと思うんですよね。なのでこの子たちから、今採卵をしてます。卵もねここがね一番多く産んでくれてますね今のところ。さっきのね稚魚の帰り方を見てもらえばわかると思いますが、結構たくさん帰ってます。楽しみです。果たしてこのなかなか立派な親から取った先ほど紹介した3色たちは、今年の2色ばっかの我が家たちの希望の光になるか、3色がたくさん出てくれることをちょっと祈りたいですね。こちらですね、いい3色になってほしいですね。こっちが23日、あとは30日ぐらいに先ほど取ったのも紹介してますよね。で今週ねまた採卵をしていきたいと思いますので、ぜひねどのぐらい卵を産んでるか、楽しみにしててください。まずはねこちらのオロチの方ですね、こちらから見ていきましょう。まあ新しく購入したオロチですね、なかなか立派です。これ確か10匹1000円で購入しました。で合計20匹買いました。でいつものウィローモス採卵ですね。どうですか、結構まあバラバラですけど産んでますよね。この辺にパラパラ産んでます。でこちらが、3色の方の、採卵ですね。こっちもねなんか水草に見えますが、これ下の方にウィローモスが入ってるので、こちらもウィローモス採卵です。さあどのぐらい産んでるか、こんな感じです。まあ、これもねなんか、まあ、ウィローモスだとねちょっと分かりにくいんですよね。結構ねいろんなところに産んであるんで、この中とかにも多分結構産んでるんですよね。なんで容器に入れてて帰った時には結構いるじゃんみたいな感じなんですよ。この辺とかめっちゃついてないですか、これどうですか。ピーク時にはちょっと及ばないかもしれないんですけど、こんな感じで結構ねついてますね。これはね先週とかね先々週はねもっとねすごいがっつりついてたんですよ。その時もね動画をねちょっと撮っとけばよかったですね。この辺も結構ついてますよね。こんな感じでね、いろんなとこにこう大量に産んでくれてます。どうですか。こちら、まあ、3色の卵です。この親だったらね、結構ね、3色が出てくれると思うんですけど。そして今度こちらがキラメキラメですね。こちらもどのぐらい産んでるか見てみましょう。こちらもね、やっぱり安定のビローモスですね、我が家は。ウィローモスを取ってみるとキラメキラメはねそんなねわかんないんですよね。あんま産みつけるのがうまくないのかもしれないですね。まあまだめっちゃ若いですしね、体も他のと比べるとちっちゃいのでこの辺にねちょこちょこっとついてますね。あとこの辺にも、あウィローモスだとあんまわかんないですかね。でもねまばらにですけどちょいちょいはつけてくれてます。ちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、この辺にちょこっとついてますね。これでもね多分入れればね結構返ってきてはくれると思います。まあ、こんな感じでねセットしました。9月6日、ちょっとねだいぶ 夕方になってしまって見にくいかもしれないですけど、キラメキラメとオロチミユキ、まあ、ミユキもねまだ産んでるのがあったんでちょっと回収したりしました。でなので今回からまあこちらのね、まあ、9月生まれの稚魚越冬できるか実験ですねをやっていきたいと思います。まあぜひねこの稚魚たちが無事冬を乗り切れるか、まあ、どこまで育つか、まああんま小さかったらねちょっと室内入れるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで、ね、とりあえずいけるとこまで育ててみたいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ではまた。